Adventure of Nasty! ナスティの大冒険 YouTube 版。メイン広場ね。ペルーの街はね、どんなちっちゃい街も必ずメイン広場って公園があるんですよ。ここが象徴的なんです。エーテルト作った人は。レファブリカーナはパーツで作ったやつ、パスみたいに物が別々、ここ持ってきてここで組み立てるだけ。ワニ、焼きワニをはじめ、さまざまなジャングルの生物が食材として売られていた。恐怖、危険、ボラ族のマロカ。今日はボラ族のロケハン。ロケハンで U 字工事が行くべきところを決定するのだ。面白ければ採用、面白くない、もしくは危険すぎると不採用となる。アマゾン川からモモン川と進み、およそ30分から40分で船が止まる。もう着いたの？と思うと、男と女が 4,5 人やってきた。ボラ職ですね。もうこのチーム全部ボラ職ですね。首飾りをつけられたボラ族だ。ここで少し嫌な予感を感じてしまう。村へと連れて行かれると部族の説明を受ける。多分僕の予感が正しければこの嫌な予感は的中する。すぐに踊りが始まった。若い女性もおばあさんもみんな上半身裸なのには少しびっくりしたが、すぐに慣れた。踊り終わるとすぐに写真撮影。正直どうしていいのかわからない。その後すぐに自分たちの作ったものを持ち並び始めた。みんな先を争い物を売りつけてくる。だいぶ強引だ。正直この旅始まって以来の衝撃を受けてしまった。完全にその場に飲まれ、みんなの言いなりになり、大量に買ってしまった。これどうするの？これ、すごい買っちゃったな。プレゼントする。プレゼント。はっきり、いらないものだった。不要だ。もう引くに引けないナス D だが、今度はその爆買いに、少し乗り遅れた人々が自分の品が売れてないと騒ぎ始めた。結果ボラ部族の集落で購入した品の合計は日本円でおよそ54,000円、踊り代も含め合計64,000円、全額自腹となったが、さらにください、特にお金をあげない。そうそう、この赤ちゃんに1ソルあげて。子供にお金くれって、うん、一ソルくれって、うん、無理やね。アメゴ、この子を200ソルで買わないか。いらない。帰ろう。うん、帰った。早く帰りたい。早く帰りたい。この人猿みたい。猿猿って言ったと思ったが、これがボラ族との思い出になるのはあまりにも寂しいので、もう一つの村を紹介され向かうことに。前回の村よりさらに奥に進むこと1時間。船が止まるとマロカからまた男女 4,5 人がこっちにやってきた。それを見てまた嫌な予感がした。村は違うのだが同じ人だ。そう、少し違う形をしたマロカに前回いた人たちが移動してきている。服装も同じだ。1個目の村行ったじゃないですか。あれちょっと観光っぽくないですかということで、もう1個の村を紹介してもらって釣ってきたんですよ。そしたらね、メンバー一緒なんです。酔っ払ってんのかな。ではあなたたちのために踊ります。これは昨日見た踊りだ。なんて言ってるかわからないが、声の質、フォーメーションもほぼ一緒。これ昨日見ましたよね。また同じ踊りが始まった。まさしくデジャブ。
全く一緒、全部一緒。デジャブかな、これアナコンダの踊りですよね。1曲目アナコンダでした。次の踊りはサヒーノです。続けざまに2曲目、こちらも昨日見た。これも一緒。どういうこと、全然やめないんですけど。勝手に踊り出してずっと踊ってるんですけど、昨日と全く同じ。違う村来ましたよね。で最後ワンガナでしょ。最後はワンガナです。出ました、ワンガナ。昨日と全く曲順も全部一緒です。ただね、この曲一番好きなんです。リズムとテンポがいいです。でもこれでお金取られるんですよ。今日の踊りはおいくらだったんですか。いや、今日と同じ払う。今日300ソルで。その後、同じく記念撮影し、あれどうしたらいいんですか。あれちょっと見ていただいて。最後は民芸品の販売。ただ、昨日とは違う品物を。これ買ってくれよ。そうです。え、いる。いらない。いや、いいですよ、断って。もう必死に、もうちょっとこれ買おうか、これ。ねえ、これも買って。じゃあこっちも買ってくれよ。全部いっちゃいます。これ売り方がうまい。これ絵はちょっと。おい、この絵も買ってくれ。この子絶対買えない。このねえねえ、これも同じようなマスク。こっちも。これもお願い。全部買おう。いやいや、二度と同じになっちゃいますじゃない。これも買ってお金足りなくなったらどうする。頼まれると断れない。これはハリネズミよ。ハリネズミのやつ。ボラ部族の飾りだ、買ってくれ。売り方が上手みんな。ねえ、これはどうすればいい。なんだこれ。これは説明もしてないのにもうもらうって。これもこっちはどう。あとはこれはでもちょっと使い古しやと思う。これもらおうか。わあ、ありがとう。もらいます。これもこれも同じようなマスク。1個10ソルです。10だって。これ10。ちょっと見てくださいね。これは30ソルでいいよ。30だ。これは40ソル欲しいな。で、これは40。これちょっと全部は買えないわ。足りなくなっちゃう。まあこれで最後だからさ、買ってくれよ。趣味いらないと思う。どう？買っとこ。あ、で、今日プレーディー。もうないからな、お金は。じゃあ、これ計算しよう。いくらになります。金額を計算している最中も。これも。なんだよ、これだっていいじゃないか。安くするわよ。これもいいだろ。まだ追加できてる。追加できてる。追加できてる。ダンサリンが一回買うとみんな離れなくなっちゃうから。これだけ。そしたらね、大変なことになる。今日はダメだな。全然買ってくれないよ。ねえ、買ってよ。これどう。今度また見るから。こういう風になっちゃってる。不足はかわいそう。なんか心が痛いよ、僕は。44,000円。最後にこれを。ずっと増えてきてね。明日にしよう。お釣りなんか買ってくれって。どうしようかな。吹きは6個買ってるんですよ。吹きはこんないらないんです。まず吹きは6個。6個、うん、どうするの。いや、もう全然いらないですね。1でもいらんのに。ただ売り方が上手なんですよ。上手じゃない。上手じゃないよ、それ。携帯ストラップでつけたろうもんって。これ誰も近寄らないと。こんな6本見るわ。ちょっとあ、ちょっと頭です。はい、今編集中です。あ、はい、分かりました。はい、じゃあどうも。はい、これ食べれんのやろな、絶対食べない。いや、これ食べれますよ。え、このキーホルダー食えるけどな。みんな知らんだけやな。これ絶対いける。小さい頃にこういうのを売ってるのを見たことがあるんです。これちっちゃい魚をこういうふうにキーホルダーにしていると。日本でもあるんです。でそれはもう実食済みなんですよ、小3の時に。
それは無理よ。いやいや、いけないって。いや、これ絶対いける。いけないって。食べるの？余裕で食えますよ、ね、食べるんですか。うわ、いや、思ったの全然違う。大きい煮干し、薄い、味がすごい薄い。鰹節っぽいかなと思ったら煮干しでした、味は。でもね、完全に腐ってもないし、本当携帯食としていいですね、全く。ピラニアうまい。煮干しの本体がものすごい淡白なんで、逆にその内臓がものすごい引き立っちゃって苦味があるんですよ。大人のふりかけみたいな、大人の携帯用煮干し。深いところにペンキがいます。これは無理。ちょこっと醤油もらえれば。一匹だけでは物足りず、醤油なしで二匹目。さらに、もう一匹いっとく。それは食べ物じゃないわ。あなた止めなさいよ。あとで取ったピラニアをあげるから。こうやって並べてみるといいですね。そんな悪くないと思う。吹き矢が6種類もいらない。亀3つ、ピラニアが4匹。これでも携帯用で食べれる。買わされてんな。でこれみんな彼らの手作りやの。確かに。そうです。携帯なってるやん。誰や携帯なってるやん。観光部族っていうのの話はね、やっぱり何となく聞いてたんですけど、こういうことなんですね。こういうことですよ。その後またしても自分たちが作ったものを売り始めた。強引に売ってくるので、また大量に買ってしまった。100個以上買った。日本以上にお金を使っている。これが商業部族、別の名を観光部族なのだ。この2日間で12万円ほど使った。これどう思われるんでしょうね、街で。めちゃくちゃ買ったやつなんか売ってるやつなんかどっちだよ。売ってるやつじゃない、ね、完全なる自腹やからなこれ。毎回毎回でもう買い終わったら誰一人興味がないし、うん、お客さんますだけ。昔は教育が大な不足だったんですね、うん、コロンビアだったんですね。プトマヨカワ、プトマヨガ、プトマヨガ。海に住んでいた部族がガンライスの時、うん、1940年ぐらい。そうやってコロンビアから連れてこられたんです。で自分からも来てる人もいっぱいいる。それはどうしてですか。お金、そしたら借りしなくていいや。で生かしてたやつたち、塩やつたちだけがちょっと今でも。ああ本当かね。あわしゃるとか人とかいるから強い弱い部族は投資全部奪った。戻りたくても戻れないよ。もう、ね、いっぱいお金入るから、うん、こちらに移動した。そのもう帰れなくなるんですよ、うん、ここに着いた。そうです。メモ着替えてくるよ。みんな着替えてるから奥には部族たちの私服が。着替えるのはなんかねあんまり見せないんですよ。僕の方に隠れて着替えて、続々とみんな着替え始めてるんですよ、ね、やっぱり夕方になりましたね。どんどん買える支度をしてますね、みんな。やっぱ生活感がないんでここでは住んでないんですけど、どうも当然ながら近い場所に住んでると。商業部族とか今もボラ族ってなんかみんなそういう風になってきてるんですよね。子供たちも夏休みなんでね、休み期間中のいいバイトなんだろうな、うん、なんかねこういうのじゃないんですよね、見せたいのは。またこの村には生活感が全くない。そう、ここには住んでいないのだ。ここまで来たらもう意地だ。彼らの本当に住んでいるところまで行って取材させてもらおう。交渉した。100ソル払えば OK だという。午後5時ボラ族のみんなが着替えを始める。部族の衣装を脱ぎ服を着る。どんどん買える支度をしてますね、みんな。ちょっと一緒に村まで行けそうなんで行きましょう。実際に暮らしている場所まで同行させてもらった。観光部族としてお金を稼ぐボラ部族だが、取材をするとその裏では意外な生活が。首長の家族と同じ船に乗り込む。見る見る見る、サブ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 、これはジャワ族のマロカだ。マロカとは市長が村民に重要な伝達をする集会所。
時にはシャーマンが病人の施術を行ったり、皆で踊るなど、先住民にとって神聖な場所なのである。彼らも元々プトゥマヨ川に住んでいたんだ。そしてゴムラッシュの時、1940年ぐらいに移住したんだ。意外と遠いですね。今はサンアンドレスに向かってるんです、うん、まだ着かない。どうせすぐに着くと思ったら2時間船は進むが、なかなか着かない。出て2時間ぐらい。そうですね、うん、こんな奥から来てる、うん、一方、戦闘民族カンドシブ族の夜は、日中取った獲物をバナナの葉で蒸し焼きにしていた。でもやっぱ村長が一番最初に食べるんだな。うん、真っ先にこう持ってきたもんな。持ってきたもんな、どうぞ。やっぱ村長一番偉いんだ。この肉はアバラが一番うまいんだ。アバラだね。比較的柔らかい脂が乗ってる方が好きなんだ。おお、取り合いだ。こんなちっちゃい子がな、骨かじってゴリゴリ言ってるから。すごいね、この食卓。すごいね、あっという間になくなるよ、これ。お前たちも食べていいぞ。いただきます。この村に入り、初めてご馳走してくれた。あ、スモークみたいな感じ。うん、これ美味しいと思う。身の締まった美味しい赤身、うん、うん、よく運動してる感が伝わるな。お隣の家では、取った獲物のスープが完成。あ、できたよって思ってた。もう行った行った行った、兄ちゃん行った。あ、行った。もう行った。みんな美味しそうに食ってる。みんなが一緒になって。ファミリーって感じだな。これが本当のファミリーだよ。離乳食なんかいらねえんだろうな。一方、ボラ部族の本当の集落に向かうナス D は。すごいもん、もうこんなとこ通ってきてるもん。ようやく到着。暗くて全然見えないよ。今から寮に出るわ。2時間かけて村に来たが、村に入ってほとんどもう10秒ぐらい。夜7時を回った頃、ようやく彼らの村サンアンドレスに到着。すると市長が明日の朝食がないから魚を取りに行くという。まだ村は見ていないが、もちろんついていく。夜釣りですね。夜行性の魚を釣ろうとしているのかな。じゃあ釣り竿を使わずに時の間に行くと垂らして。餌はビーフワイヨだ。あー、果物。果物の、そんなの2個ずつ。普通に自然にある木と木の間にかけて。そうそうそう、糸を、それみたいに垂らしてる。それが30本ぐらいいってましたっけ。そうです。バンバン仕掛けてて、めちゃくちゃ早い。エスピネラーダ。エスピネラーダっていう釣りの方法。はい、よし、釣れたぞ。もう釣れたんじゃん。魚釣った。入れた瞬間に釣れたんですか。ああ、こいつはバーグレーだ。ナマズだな、完全に。すごい、簡単に釣れるんだ。どうしよう、釣れてる、大きい。カワラが釣れたよ。カワラ、カワラ。もう一匹かかってるぞ。ナマズばっかだな、ね、夜行性だから。ちっちゃ、今度これもバーグレーだ。量は1本の糸に2本の糸と針がついていて、1本の糸を木と木の間に張り、2本を川に垂らすという漁だった。餌は果物を練ったもの。月明かりが結構軽いんですよね、今日。夜行性の動物を動き出さないんですかね、まだ。なんか幻想的だな、あのおじさん。ね。と、その時、部族の方がある獲物を発見。怠け者だ。めったに見られないぞ。すごいゆっくりだな。起きてるんですかね。起きてる。食べる？もちろん。よかったな。最高の朝ごはんだ。戻って銃取りに行って狙う。怠け者は2種類いて、木の上の葉っぱを食べている怠け者と、下に降りてくるやつがいるが、肉は上にいるやつの方が断然うまいんだ。船から銃で怠け者を狙う。木の上で猿を発見した。そしてその隣に怠け者の姿。漁師のアンフィーが、
お前らラッキーだな。明日の朝食は豪華だぞという。怠け者は見つけるのが難しいが、見つけると取るのは簡単なのだ。今銃がないから取りに帰るという。20分から30分後、銃を持ってきたアンフィーだが、怠け者は移動しているが、まだ見えるところにいる。これは絶好のチャンス。彼らの好物、怠け者を取れるチャンスなのだ。アンフィーが銃を構えると思いきや、魚が取れたぞと言い始め、魚の罠を引き上げ始めた。そんなことしている場合かと思った。大物はすぐ目の前にいるのに、魚の罠を先に引き上げる。ピラニアに食われる前にあげたいのだ。まあまあ大きめの魚が上がった。そしてまた怠け者を探しに行ったが、もう怠け者はいなくなっていた。すると今度、それより怠け者だ。10時に怠け者探してます。もうみんながそっちばっかりになってますね。魚より怠け者の方が肉が多いから。男子やな、みんな。なんか魚の方がいいなと思うんですけど、ちょっと一つ誤解してたかもしれないです。ここでやっぱ奥まで入るとなんかちゃんとこうやって自分たち狩猟して生活してるんですね。あの観光だけ 100% ではないっていう。2時間ほど探したが、怠け者が姿を現すことはもうなかった。結局怠け者は取れず、一行は市長の家へ。村に電気がないからランプで明かりを灯して、いつも0時まで民芸品を作るの。台所を見るか。床で作った飲み物だ。どうしてる、うん、粘り気のある水、10倍がゆみたいな。その後改めてボラ族の村サンアンドレスに向かい、市長の家に一泊させていただく。意外というか、電気もガスも水道もない昔ながらの生活をしている。またお金を取られないか不安だったが、結局取られなかった。普通にいい人に戻ってるんですよ。すごい皮肉な話ですけど、そういう部族の方が伝統は一応残ってる形だけど、本物ではないんです。全部踊りとか吹き矢とか、その家の作りとかは皮肉にも残ってる。お金も実際こっちなんです。と夜中まで話し込み、疲れました。気づけば深夜3時。今日もう寝ましょう皆さん。ねほらさん、ちょっと優しくいらっしゃいますか。噛まれるから朝自分たちだけで村を探索。こういう村、ね、ここでふとナスティの顔を見た AD が。6時20分笑ったな今。なぜ笑った、言ってみろ、はっきり言ってみろ、感想言ってみろ、はっきり。汚い顔やなって言った。うわ、汚い顔や。でも艶があって、綺麗な黒です。汚い顔や。これ日焼けにより顔の皮が少しむけたが、その下もうっすら染まっているので汚かった。サザエさんみたいになって、どんな家だろうなと思ったら水の上に立ってるような感じに今なってるんですね。上はかやぶきじゃないですね。もうかやぶきはもうあれ使ってるんですよね。変わってますね。うん、変わってて。これはボラ族の家。ボラ族ですよ。あそこほら取った魚置いてるんですけど、冷蔵庫がないから電気が来てないんで、この村は。ああいうふうに魚を出してるんですね。渡り廊下みたいなのを通ってキッチンに行く作りがほとんどですね。これまで訪れた部族の家にそれぞれ特徴があることを発見。山間部に住んでいるアワフン部族の住居は地面に直接家を建てたのが特徴。夜は冷え込むためしっかりと壁を作り、その中で焚き火をすることで寒さをしのいでいる。一方、ウカヤリ川沿いに住むシピボ部族は川の増水を見越して50センチほど床を上げた高床式。さらに気温が高く暑いので壁を作る風習がない。4本の柱に
屋根のみ。イキトス北東部に住むボラブ族はアマゾン川にナナイ川、モモン川など何本もの川が合流し、川の増水が激しい地域なので2メートルほどの超高床式になっていた。作りは寝室、リビングとキッチンが分かれ、間に渡り廊下がある 2LDK。 先住民にとっては珍しい形だが、これには訳があった。増水した水がなかなか引きにくいこの地域では、キッチンでカビや病原菌が発生しやすい。その菌が寝室に来ないようキッチンだけ独立していたのだ。もう完全に何歳だ、10歳ぐらいの子がバイクに乗って。免許はどういう？こちらの彼たちの好きな放題、それ警察官の子がないし。バイクタクシーがあるんです、元タクシーが。あれいくらぐらいだったら大体？まあ5000円とかそのぐらいぐらい。みんなロンで買ってる。1時間ほど歩き、元タクシーにも乗ってみた。車幅ギリギリの狭い道を走る。ここにはコカマス部族もいるんだ。コカマス部族の集会所に行くと、こんな大きいマロカ乗ってるのに誰もいない。売ってるものはほとんどない。前買ったやつはボラになったけど、コカマ族なんで、コカマもう金請求されていくらだったの？鳥様で20層って。これで誰もいないのに、今ちょっと村に少し入っただけで600円。Pero no tienes que ver tampoco con los cocamos, ¿o sí? ¿Ore ka? Ore wa Achuaru buzoku da yo. Ah, Kiba. 偶然、元戦闘民族の方に出会った。こっちのお兄ちゃん、なんでそんなに黒いの？長い。ああ、長いだろ。今でもこの吹き矢で漁に出るよ。全然違う、僕ら買ったやつと。わあ、すごい。もう、すごい。一方、現役の戦闘民族カンドシ部族の朝、朝食は女性たちが準備していた。昨日余った焼いた肉をバナナと一緒に煮込んでいく。うわー、すごい色、出汁が出てるのかな。出汁とバナナが溶けてるのか。牛骨スープみてえだ。キッサ美味しいよ。この日は朝食をご馳走してくれた。うん、肉の弾力さすごいね。食感すごい、うん、でも臭みはないですよ、ほんと。うまい。バナナと一緒にやってっから匂いがあんまり、うん、マイルドなのな。食感すごいです、うまい。赤身好きはかなり好きだと思います、うん。さらに獲物を煮込んだスープもいただいた。お味は出汁だな。で、甘みが少しある、まろやかな感じ。カンドシ部族は取った動物の皮も大切に使う。ツルで伸ばして乾かすんだ。湿ったままだと音は出ない。日本みたいに針金があったりビニール紐があったりとかじゃねえかな。全部山の素材使ってったよ。子供もずっと見てんで、あそこでお利口に座って。子供たちは学校とかは近くに学校がないから行かせられない。毎日子供たちの送り迎えをしていたら獲物も取れないし、自分たちの生活ができない。あの連鎖まではたまに行くんですか？現金を手に入れるために行く。たくさん魚が取れたら売りに行くが、収入は50ソルほどだ。学校に通わせてやりたいんだけどね。動物の皮は囲炉裏の上で丸2日間天日干しにし、丸くした竹に縫い付ける。それを筒状の木に取り付ければ太鼓が完成。徐々に打ち解けてきた。いやどうですか、出来は？まだあまりいい音じゃない。あ、チューニングなんだ。今試しのあれだ。うわ、取り捕まえてる。お、素手で。どうすんの？自分で買うよ。え、どっち取ったの？鳥、それ吹き矢で取ったんだよ。吹き矢で？吹き矢どれ？これ吹き長
すげえ、こんな長いんだ。本当の吹き矢って俺、なんと縦笛ぐらいのさ、短いやつで吹ってやるかと思った。あ、矢作ってんだ、吹き矢の。すげえな、自分で武器作んだもんな。俺、それに綿を、あ、くるくるやって、あ、コルクみたいにギュッて詰めるんだ。おお、すげえ、すごい。ちょっとなんか時代劇みたいだったぞ。うわ、刺さってる、すごい。お、見事に刺さってるな。結構いってる、3センチぐらいはいってる、これぐらい。あの犬ぐらいの距離なら仕留められるぞ。30メートルぐらい。こっから狙えるんですか、すごいな。こっちは何やってんだろう。これ綿で糸を紡いでいるの。はい、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 はい。綿は森の中から取ってくるのよ。自然から取ってくるんだ。全部綿から糸作って、そこから布作るんだ。でも今は木が減ったから植林してるの。ティブはこの糸から編むのが伝統よ。一方、ボラ部族に潜入しているナスディ。ハンモックを張り眠りについた。翌朝6時半に起床。女性は家の柱を使い民芸品作り。これを持ってくんだな、産後地で。外に出てみると、屋根は途端だが昔ながらの生活を送る家が立ち並んでいた。そこから歩いてメスティーソの町パドレコチャに向かった。途中モトタクシーに乗り町に到着。まずはパドレコチャで最も大きな市場へ。中にはたくさん食材が並んでいた。パンも売ってるな。これはね、4ショート半分には9ショート。これは牛、これ豚、塩漬けみたいでしょ。そう、全部塩を使っちゃうから。うどんするじゃないか。そう、全てかもな。1キロ10ショート1キロ300。運転手がコカマス部族がいるというので立ち寄ることに。入り口にコカマス部族の女性がいたのだが、まだみんな来ていないのでマロカだけ見ていけというので立ち寄る。少し嫌な予感がしたがマロカに向かう。やはりここも観光部族だった。観光部族って言われる意味とか、これ取っとっていかないと人来ちゃったら売られます。確実にもう金請求されて受け取ったよ。鳥さんもやって20層これで誰もいないよ。カメラしか。少し入っただけで帰り、60ソルを要求された。値切って20ソルにしてもらう。今ちょっと村に少し入っただけで600円。運転手に名前を聞くとアチュアル部族だという。この部族はヒバロの血を継ぐ戦闘民族。奥地には原始の生活を送る人もいると噂で聞いていた部族だ。ラッキー、連絡先を聞く。家にあった吹き矢も見せてもらう。僕が買ったものとは全然違う。明らかだ。一回吹いてもらったが本物だ。ラッキー。彼はアチュアルのメスティーソだが、これもたまたま純血のアチュアルも途中歩いていたので紹介してもらった。ここでこんな情報も。エクアダルとの国境近くの崖に大きな滝があるが、その辺りに住むアチュアル族はまだ原始の生活をしているよ。そこはエクアドルに近いチェチェルタという場所で、俺もそこの出身だ。今度連れて行ってやるよ。一応情報は使いますからね。地元だから誰も連れてても関係ない。ただし何しに行くと話していただいて、本当だったら教えるから問題ないと。その後ボラ部族の集落へと戻ると朝食作りが。村には電気やガスがないため薪を使用。昨日取った瓦とパロメタをさばいて鍋へ。皮で汲んだ水で煮込み、塩そして唐辛子で味付けすれば出来上がり。バナナは皮を剥いて茹でた後網でこしていく。その際茹で汁も加えて丁寧にこしていくと。これはね、バナナの飲み物、チャンプ。さらにもう一品、ヤシの木の葉で作った網の中にはすりおろしたユカが。こうして水分を飛ばし、そこに小麦粉を加え混ぜて
網でこし、薄く広げて焼いていく。これはボラ部族の伝統料理カサベ、彼らの主食だそうだ。ウマリという果実をつけ甘くしていただくこともあるという。これはチャンビーラというヤシの木の実よ。一ついただいた。どんな味なのか。すごいちっちゃいココナッツ、ちょっと乳製品っぽい。外側もココナッツのまま、中もココナッツのジュースが入ってる。マットマンの帽子かけてる。これはマロカでもらったんだ。14歳だよ。踊り子はどうやって覚えたの？3歳からついていって見て覚えたんだ。将来のエンジニア。焼きたてのカサベをいただいた。うん、おいしい。ご飯とパンの間、ちょっと粘り気あるんですよ。もちろんですよ。魚のスープはうまい。お前鼻クソついてるぞ。カメラで撮られてるのに大丈夫か。魚タイ、白身魚の全然癖は美味しい。てかお前全然鼻クソ取らないな。急いでください、急いでください、早く急げって。なんで鼻クソ取らないの。急げ急げ。すごいサラリーマンが急いで出なきゃいけないみたいになってる。みんな全員家族全員で出勤ですから。ボラ族、サンアンドレスの首長の家に戻ると、ちょうど朝食ができていた。昨日取った魚だ。早速いただく。うまい。その後、みんなでマロカに出勤。家族4人での出勤。遅れているのか、4人とも急いでいる。フリとソグマイジ。ヘイヘイ。上機嫌のためか歌い出したナス。しかしボラ部族のマロカに着くとこんなお願いをされた。泊まった分のお金を払ってくれないか。村来たから100ソル。何でもお金なんちゃう。すごい買ってるからな。その前今まだこれ私服で出勤してますんで、今から着替えますか。もう脱いでる。もう制服着替えます。着替えるっていうのが、まあ、どっちかというと脱ぐっていうことなんですよ。こちらが制服に脱いで出てくる。そうです。ようやくマロカに到着。みんな仕事着に着替える。着替えると言ってもみんな脱ぐのだ。一応みんな隠れて脱ぐ。あとは旅行客がやってくるのを待つのみ。でどっちかっていうと面白いのはやっぱこっちに来た方が商売気が出る。そうですね、買う買わない。コカマスはいなかったんですよ、たまたま早く行き過ぎて。でちょっと待って、ね、電話するからつって呼ぶからみんなって言われたんでダッシュで帰りました、ね、そうお金の稼ぎ方が他にないんですよね。魚取ってとか肉取ってじゃ全然儲かない。売れないだもん。だって現金稼ぐにはこうやって仕事なんだろう。本当に分かりやすく割り切って。だから商業部族とか職業部族とか観光部族って言われるんですね。でもそれっぽく見せるために家に帰るとか見せなかったりしている。そうそう、また売るのがうまいんですよ。みんな商売上手。上手じゃないと思います。売り方がうまい。でも買う気にさせちゃう人。あれね、買わず出てくるって鉄のハートっすよ。日本人は買う絶対。アナ買わない、買いすぎ。アマゾン川流域に定住するボラ部族。現在はアマゾン観光に訪れた人々を楽しませる商業部族として生活するが、もともとはコロンビア南部に住んでいた部族。食習慣としては主に魚や狩猟、ユカを主食とし原始の生活を送っていたが、あることがきっかけでその生活は激変。それはジャングルのゴムブーム。一攫千金を夢見た移民者が我こそはとゴム樹液の採取に没頭。その人員として使用されたのが先住民。お金儲けのため自ら進んでやってきた者もいたが、奴隷として500キロメートル以上離れたこのイキトスに連れてこられた者も多くおり、強制的に重労働を強いられ、
病気や過労で亡くなる人が多かったという。銃を持っていた移民者は恐怖でしかなく、近づくことさえできなかった。そしてゴムブームが過ぎ去るも、帰る場所がなくこの生きとすに定住。大変な時代を過ごした部族となった。19世紀末コロンビアに住んでいた頃は2万人ほどいたボラ部族だが、現在はおよそ1400人にまで減少しているという。出ましょう。早速お客さんが来た。こういう風に遊びに来てる外国人が観光の一個なんですよね。ボラ族の踊りだったりとか。お客のためにあの踊りが。マロがやばいですね。やばい。今も取られてるしな、お金だいぶ。アワフン族とかセント部族だけ、ヒバロの末裔の。そうそうそう。よりも僕ちょっとこっちの方がちょっと怖いです。ビジネスマンになるとね、普通にしてるとめっちゃいい人なんですよ、みんな。だけどここ入っちゃうと違う。すごいんですよ。もう売るのうまいんですよ。売り方がもう上手で買っちゃうんですよ。不純じゃないと思いました。この度一番どうしていいのかわからないと思っていると、すぐにコロンビア人の夫婦がやってきた。そして踊り、その間に僕らはマロカを出た。持ってないですか。ありがとうございました。挨拶して行ってる時ももうお金もないんやから、とっとと帰れよ的な。ナス D はこの取材を通しこんなことを思った。生まれは不平等、我々日本人は生まれつき勝ち組なのだ。だからもっと頑張らねば。深いことを言っているが、結局ボラ族にボラれた。ボラ族も行かへんな、絶対一生。こんなに買ってると目立つんですか。いや、何本持ってんだよ、すげえな。スペイン語話せる？え、日本人？これあげよっか、これ。OK。 あげよ、プレゼントしよう。あげる、全然いらない。ナス D の大冒険 YouTube 版ではいろんなことに挑戦中。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。